さあ、で始まりました。さあ、第366回トイック公開テストですね。2020年9月29日午前の回になります。はい、受けてきました。受けた皆さんお疲れ様でした。いや、今回はきつかったなあ。いやー、マジできつい戦いだった。まずまあ重大なニュースとしては、リスニングで出てくるナレーターですね。イギリス人女性の方が、はい、新しくなりました。で、新しいので、まあイギリス人女性のその新しい方が喋ったら、あ、これは新しく作られた問題で、前のイギリス人女性の声が流れたら、あ、これはリサイクル問題なんだなってわかるっていうですね。はい、これナレーターが変わると起こる現象なんですけど、まあこの新しい方が定着するかどうかはわかんないですけど、実験の可能性はなきにしもあらずなんですけど、ただ今までの経験上ですね、実験の人って回数が少ないんですよ、出てくる。でも今回はその人がっつり読んでたんで、あ、ね、新しく採用された人なんじゃないかなと思います。で、僕としては聞きやすいんですよ、イギリス人女性ね。まあいろんなイギリス人女性がいますけど、いろんなパターンというか喋り方があるんですよ。日本人でもね、喋り方、同じアクセントであってもいろいろ喋り方違うじゃないですか。それはアメリカ英語であっても変わんないんですけど、この人ですね、ケンブリッジの試験に出てくる人にそっくりなんですよ。まあ、同じ人ではないと思いますけど、かなり似てる喋り方が。だから IELTS とかケンブリッジ英検ですね、に出てくる人に似てるんですね。僕が受けた頃のケンブリッジ英検でめっちゃ出る人と同じ喋り方なんで、まあ、もう聞き慣れてるので、その点は良かったですけど、この新しい人のイギリス英語に聞き慣れてないというか、何この喋り方って思ってる人にはきついかなと思いました。はい、それではそれぞれのセクションどうだったのか見ていきますね。パート1ですね。まあ普通かな。でもやっぱ難しい表現が出てくるんで、トイック受け慣れてない人にはきつい。うん、結構厄介になるんじゃないかなと思いますね。で、気づいたのは長くなってますね、文が。昔よりも登場する文の長さが長い。で、文が長くなるとその分早く読まれるのできついかなと思いますね。なんだこれ、聞いたことないよこんな表現っていうのと、で、それが長くなって早く読まれてるから、あ、やっぱパート1難しくなってるなって思いました。はい、難しい表現もありました、出てきてましたね。だから全部を聞き取るのはまず無理だなって思います。はい、その 6×4 で24分ありますけど、24分全部聞き取れる人は相当英語できる人っていう感じになってますね。だから消去法大事です。で、続いてパート2。まあややなんかな、最後の問題だけ分かんなかった。なんかちゃんと聞けてなかったわ。それっぽかったわ、両方とも B も C も分かんなかったな、どっちだったのかな。まあそれ以外はまあできたんですけど、うん、やっぱ変化球がね、慣れてない人にはきついかな。前回よりも変化球が最後に重なるっていうか、最後にバーって出るってやつではなかったですね。前半部分にも変化球がちょこちょこ出てたなって感じですね。で、続いてパート3、4は、いや、むずい。はい、これは結構悩んだな。やっぱ場面が思い浮かばないっていうのが出てくる感じですね。やっぱ、うん、普通の受験者には何でしょうね。やっぱ昔あった、よくあったパターンっていうのがほぼ出ない。昔よくあった会話のパターン、昔よくあった一人の人が喋るパターンっていうのがない。ほとんど。まあでも最近よく出てくるものはまた出てきたんで、なんか工場で働いてる人えらい多いよね。それはまた出てましたね。まあとにかくいろんな職業が出てくるっていう印象だよね。だからなんていうか、政府系とかこの市町村系もだいぶ多いよね、今はね。そんな感じだと思います。多分グラフィックとかは優しめだったと思うんですけど、それでも一問ね、多分合ってると思うんですよ。多分合ってるけど、もし合ってなかったら激ムズ問題。この2つのどっちなんだろうと思ったけど、まあ直接的に言った方を選んだんですけど、怖いわ。直接的に言った方じゃなかったらめちゃめちゃ怖い問題だな。あー、恐ろしい。それ考えただけでも。続いてパー5。ややなんとしておきますが、一問間違えましたね、おそらく。知らなかった。その言い方は。表現知らなかったんで、無理でしたね。いやー、悩んだんで、どっちかどっちかなって、文法上考えたら両方ありそう。とか、文法問題なんですよ、腹立つことに。文法問題だけど、文法的には両方そこに入る。でも、使われる語法としては、もう一個しかないってやつだったんで、まあ、そっちだろうね。いろいろ、まあ、チャット GPT に聞いてもそうだったし、Google で調べたら両方出てくんだけど、おそらく答えである方が多かった、使われてるのは。なんで、あー、やられたなっていう印象ですね。次はパー6。がなん、これむずかったわ。うわ、ストーリーがわかりづらい。文挿入問題はそこまでじゃなかったんですけど、難易度はね。いや、でもむずかったね。もう全体的にむずいし、話が。で、一問かなりむずい。コロケーションむずかったね。はい。相当苦労した問題があった。
ったよね。でもまあ多分まあ文脈上これしか入らないだろうってなるんですけど、でもそんなコロケーション聞いたことないわって思って、5と5の組み合わせのことですコロケーションっていうのは。だからそれがむずくて、いやどうなのこれ合ってんのかなってすごく悩んだ。で次にもう一個文構造がめっちゃむずい、長い、すごく長くて迷うのがあったと思います。多分まあ受けた方でも、まあフォームが複数ある可能性ありますけど、同じフォームだった方は分かると思うんですけど、めっちゃ長い文でね、文構造がちゃんとつかめてないと解けないっていうのが出てました。文構造つかめてないとダメなのはまあ5でもあったけど、いや長かった6のはだいぶ長くて、一文がかなり大変だと思いましたね。初めてなんかトイックでちゃんと構文取りましたよ。ここがこうなってるもんなーって思いながら、あ別に S とか V とか書いたわけじゃないですよ、記入しちゃいけないですけどね、トイックね、ここの塊がこうだよなっていう風にやりました。はい、続いてパート7ですね。もうこれは何です、めっちゃむずい。はい、疲れた、時間かかるし分かんないし、いやー一問ね、すっごい時間かけて答えがわかんねえ、絞れない、二つのままだよって思って、で全部解き終わった後に戻ってまたやった時に見つけた答えのヒント、いやまあ照らし合わせになるから絶対これが正解だろうと思ってたんですけど、もう一個は切れないんですよ、これもどうしても正解になっちゃうよと思ってたんですけど、よくよく読んだらここに答えのヒントあったわっていうね、答えのヒントというかこれが間違いであるっていうことの矛盾点がちゃんと書いてあったんで、ダブルパッセージの問題でしたね。いやここはめっちゃ間違えた人多いと思います。でトリプルパッセージで最後ですね、はい、10問皆さん何が多いかって知りたい人が多いと思うんですけど、今回僕は C が一番多かったですね。 C が4つかな、A が1個しかなかったな。それであと 2,3 はどっちだったかな、 B と D どっちが多かったか忘れちゃいましたけど、とにかく C が4つで、これは大丈夫だと思いますね、かなりちゃんと読んだんで。いや時間ね、もう足りないんじゃないかと思って焦ったけどね、そのね時計ないで、時計持ってかないからね、会場なかったんで、でもまあパート5は解き直せたんで大丈夫だったと思うんですけど、という感じの受験でございました。いや引っ掛けがやらしいね、このすっごい悩んだやつだけじゃなくて他にもあったんで、やばいなこの引っ掛けっていうの、怖いな。でパート5の方マークミスしてたんでね、その見直した時にやばかったですね。もう1問間違ってるっていうのは分かったんで、ね、だそのマークミスも入れてたらもう2問でも、まあ、満点はまずなしっていう感じだったんで、もうパート7全問正解しないと今回はおそらく満点はありえないと思うので、ちょっときつい回でした。はい、ということでトイックエッセンシャルス、私のトイック講座ぜひ見てください。3日間ですね、テクニカルのトラブルで購入ができなかったので、相当な私にとっても打撃でございますので、27個売れてなかったから決算処理エラーって出てたんで、もう衝撃的、大変だよ、いろんなシステムってシステムエラーがいっぱいあってすごく困ります。買えなかった皆さん本当にごめんなさい。そう、急に止まったんですよ、いきなり3日間ゼロになったんで、売り上げが、何が起こったんだってなってね、ぜひご購入いただければと思います。はい、またですね反省会ラジオもやりますし、あとはトイのメンバーシップレベル2では、はい、いろんな表現ですね、トイック出てきた表現を紹介したいと思います。おそらく反省会ラジオにも出てこないようなですね、かなり難しい表現出てたんで、皆さんから出てこないんじゃないかなと思ってます。その場合はまあ大体メンバーシップで話しますので、はい、そちらご覧ください。拍手ありがとうございました。 Thank you for watching。 お疲れ様でした。